こんにちは、平石紗友子です北国からは雪だよりも届き始める今日この頃ですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて三鷹市の市政の動きをお伝えするみみるみる三鷹今回は11月の児童虐待防止推進月間にちなみ児童虐待の問題について取り上げます。 また10月9日に総合保健センターで行われた2016三鷹健康デスカデーの模様も合わせてご紹介します清原市長の一言コーナーともどもどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれではまずはじめに児童虐待の防止についてです テレビや新聞などで時折痛ましい児童虐待のニュースが報道されていますがこうした出来事の背景には核家族化や少子化あるいは地域での人間関係が希薄な都会生活の問題など現代社会が抱えるさまざまな課題も無関係ではありません。11 21月月はは児童虐待防止推進月間でですが、三鷹市では平成21年に、 児童虐待への対応を定めた関係機関向けのマニュアルを作成し、以来防止のための実践的な取り組みを積極的に進めています。本日は、子ども家庭支援センターの三浦センター長に、児童虐待についての市内での近況や予防対策などについて、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。 今日は児童虐待のの防止についてのお話ですが、虐待というと暴力を振るったり傷つけたりという行為を想像してしまいますがそそううういいいった受け止め方でいいのででのしょうか。そうですね。うん、大変つらいことですが児童虐待とは具体的にどのような行為のことなのか私たちがその意味や内容をはっきりと認識しておくことも虐待を防ぐためには大切なことですね。はい。 一般的に児童虐待とは殴る蹴るといった暴力的な身体虐待から性的な虐待言葉で傷つけたり差別したり無視をしたりする心理的虐待そして乳幼児を放置しておく食事を与えない学校に通わせないなどのネグレクトと言われる養育の放棄や怠慢など。 様々な行為が含まれています、はい、いずれも子どもの人権を著しく侵害し傷つけ健やかな成長を阻害する行為て、こうしたことを児童虐待と呼んでいます三鷹市ではこうした問題への対応機関として子ども家庭支援センターを設置し子どもについての子育ての悩みなどを含むさまざまな相談を日々受け付けています。はい その総数は毎年600件弱このうち26年度では133件27年度では件の虐待に関わる相談がありました、うん、ちなみに東京都全体では平成21年度で約3,000件だったのに対し27年度では約1万400件とかなりの増加傾向が今も続いています。うん 想像以上に相当な件数があるんですね。そして残念なことに毎年それが増えていっているようですけれどもその相談内容としては具体的にどのののよううなものがあるのでしょうか。はい。ご近所の方がこんなことを目撃したという通報や怪我をした子どもを治療した医療機関などからの連絡、はい、お母さんご本人からの我が子への接し方で悩んでいるという悩みの相談。うん あるいは虐待されている子ども本人からの sos など、はい、内容も発信者も様々な相談があります、うん、そんな相談の内容をいくつかご紹介します、はい、一つ目はある病院からの通報でした小学校2年生の子どもが頭に怪我をして治療に訪れたのですが聞くと自宅で棚から落ちてきたものにぶつかって怪我をしたということです、うんでも 幹部も傷跡も不自然でこれは虐待によるものではないかという通報だったのですセンターではすぐに調査をしこの場合は家庭での虐待であることが分かりました2つ目は子どもの親戚の方からでどうも最近家に帰っていないようで自宅に連絡しても家族と連絡がつかない友人宅などを泊まり歩いているようで心配だという相談でした、はい、こちらは 親子さんに面談し2ヶ月後には正常な暮らしに改善することができましたあるいはまた近くの家で長い時間鳴き声が聞こえ時折保護者らしき大人の怒鳴り声が聞こえるが大丈夫だろうかという通報があったことがあります尋ねると我が子が悪いことをしたので厳しく叱り数時間家から外に出して反省させたということでした どこまでが虐待だか教育的なしつけなのかはにわかに判断できないケースも多いですこのように都会での暮らしはどうしても外部から見えにくいこともあり児童虐待の防止にはご近所の方々や地域の方々の目も大きな役割を担っていますもし勘違いだったら失礼だしおせっかいかしらなどと通報をためらいがちですけれども予防には初期の小さな変をキャッチできるかどうかが とても重要ですのでそんな時にはお気軽にセンターにご相談ご連絡いただきたいですはいそうですね深刻化させないためにも早め早めの対応がとても大事なんですねそうですこのように周囲の人たちからの通報で虐待の事実関係が明らかになるケースが多いです、はい、その一方では子供があまりにも泣き止まずつい苛立って思わず叩いてしまった 私は悪い親なのでしょうか、と言って泣きながら相談に来られる親御さんもいます。虐待は特殊な環境の中で特殊な人だけが起こすものではなくて、はい、誰にでも起こりうる問題なのです。うん、その背景には現代社会が持つ特有の傾向が関係していることが多く、例えば転勤などであまり馴染みのない町で出産し、親子だけで子育てを続けているとか、はい 身近な場所に子育てについて相談できる家族や知人がいないなど孤立した状態に置かれている親御さんの存在がありますこうした状態が続くとストレスのあまり子どもに暴力を振るったり子育てを投げ出してしまうことも少なくないです重大なことになる前に親御さんが SOS を出すまた周りの人もその SOS に気がついてあげることが虐待防止にはとても重要なんです、はい 何かあった場合には三鷹市子ども家庭支援センターのびのび広場やすくすく広場にご相談いただければと思いますが私立保育園などの子育て関連施設や総合保健センターなどでも対応していますのでご気軽にご相談ください。はい 子育ての悩みは自分一人で抱え込まずに周りの子育て施設のスタッフの方や先輩ママたちに気軽に相談することが解決の糸口につながりそうですね子育てはとても素晴らしい行為ですしまたかけがえのない喜びや楽しさを与えてくれます、はい、日々新しい課題や悩みにぶつかることも事実ですが最初からパーフェクトな親なんていませんみんな迷いながら頑張っています 12月1日には東京学芸大学教授の大河原先生を講師に子育てのことや親子関係の築き方について詳しく学ぶ保育付きの子育て講演会「我慢する力をどのようにして育つか」を市民共同センターで開催しますので是非ご受講いただければと思います。はい。 子育てはいい意味で肩の力を抜いて、そして何かあったときには身近な人に相談をということですね。はい、今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めて子育て講演会「我慢する力はどのようにして育つか」についてのご案内です。開催日時は12月1日木曜日の午前10時から正午までで。 会場は、下連雀四丁目の市民共同センターです。お問い合わせは、三鷹市子ども家庭支援センターへどうぞ。それでは次に、10月9日に総合保健センターで開催された2016三鷹健康デスカデーの模様をご覧いただきましょう。私たちが元気に、いつまでも生き生きと暮らすためには、何と言っても健康が一番。 仕事や子育てなど日々の忙しさの中でつい後回しにしてしまいがちな健康のことについて改めて見直してみようというイベントが10月9日総合保健センターで開かれました。乳がんの自己食診体験コーナーや1食で取るべき野菜の量を本物の野菜で計量して実感するコーナー体力や健康チェックのコーナーなどが設けられたくさんの親子連れが訪れました。 会場には都民の健康づくりキャンペーンの PR にと最近誕生したキャラクター健康デスカマンも登場愛嬌を振りまきながら PR に努めますまた11月23日に開催される東京健康ウォーク2016のプレイベントとして大腸がんのクイズラリーも行われるなど身近な健康を改めて考える秋の日の一日となったようでした それでは最後に、おなじみ清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様、こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。今、三鷹市内では市民文化祭の真っ盛り。多くの皆様が。 文化の秋を謳歌していらっしゃいますそして10月26日には西三鷹学園開園10周年記念式典が行われましたコミュニティスクールを基盤とする小中一貫教育の先駆けとして平成18年4月に開園した西三鷹学園が 10年の年月を重ね小学校と中学校の一貫したカリキュラムそして小学校の教員と中学校の教員が交流するとともに小学校の児童と中学校の生徒の交流小学校と小学校の児童の交流それを通して本当に子どもたちの笑顔が輝く 教育実践が進められていますこの西三鷹学園の後東三鷹学園連尺学園大沢学園そして三鷹中央学園三鷹の森学園高南学園と7つの中学校区に7つの学園が創意工夫の中で素晴らしい教育実践を重ねてきてくれています。そのことは 学校の教職員だけが努力して生まれているものではありません。むしろ、保護者の皆さん、地域の皆様が一緒になって、まさに地域の学校、コミュニティスクールを生み出してくださっているのです。子どもたちは家庭の中で育まれ、そして学校で教育を受け、また地域の皆様の見守りの中で、 心も体も体成長していきます家庭教育と学校教育とそして地域の教育があって三鷹市の子どもたちの成長が本当に心強いばかりに見られているのです。どうぞ皆様これからも西三鷹学園開園10周年のこの年各学園の取り組みにご注目ください。そして 同じく10年前に施行された三鷹市自治基本条例にも定められております学校を核としたコミュニティづくりがこれからも進んでいきますことを願っています皆様文化の秋学びの秋そして皆様の学びと文化活動がまた新しい活動に結びつきますことを心から願っていますますたお目にかかります いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹。11月に入り、北風が冷たく感じられることが多くなりました。コートやマフラーなどの冬物が恋しい。もうそんな時期なんですね。それではまた、次号をどうぞお楽しみに。